おはようございます。カンボジア不動産チャンネルのジェット谷です。こちらはカンボジア首都プノンペンで人気のあるパレスバゲットという、ね、パン屋さんになります。ここはボンケンコン1、BKK1 のストリート310に、ね、位置しておりまして、ここを西側に進みますと、次の交差点はバーガーキングとかケンタッキーフライドチキンがあってね、非常に便利な賑やかなとこで、最高の左のとこが私たちの J ビレッジコンドミニアムね、ワンルームタイプになります。はい、次のストリート57との交差点のところに、新しくね、パン屋さん、スイーツ店が、ね、できるようです。はい、で新しい、ね、コーヒーショップも今月からオープンして、はい、ここはですねベトナム系のコーヒーショップでね非常に人気あります。フードとか美味しいです。はい、ここですね、以前中華料理屋さんやってたとこね今改装工事しております。はい、正面に見えるのはですね私たちのジェシティコンドミニアムね16階建てです。はい、ボンケンコン1のね一番中心地になります。はい、ね、この辺りがねまたねカフェとかが増えてね非常に便利にねまたおしゃれになっていくね模様です。はい、本日はですねこの正面に見えてますねあの新しくできたねコーヒーショップをですね皆様にご紹介したいと思います。はい、デザインはですねもうナチュラルな自然なイメージをベースにしてますね。そこにあのホワイトで、白で基調で、まあ、ウッドを使って、まあ自然な雰囲気でねあの店舗作りをしております。非常に爽やかな感じで良かったと思います。はい、これはよくね市内で見かけるねトゥクトゥクでコーヒー販売をしているお店です。こちらは日本の上田コーヒーですね。はい、ね、単価見ますとねほとんどがね2ドル以下ぐらいで非常にねこれリーズナブルな価格です。はい、出来上がったばっかりでねあのちらほらとしてましたけど、ね、今後多分ね価格面とかでね若い人たちがいっぱい集まるんじゃないかなと思います。場所も便利ですのでね、はい、仕事するのとかねみんなと会ったりするの非常にいい場所だと思います。はい、で2階にもですね客席をね設けてあります。はい、ここのお店のね名前がですね、はい、壁に書かれているのでこれモバイルカフェと言います。はい、こちらのカンボジア人の方ならばあモバイルカフェかというふうにねあの知ってる店になります。その理由をね今から述べたいと思います。はい、ここはねモバイルカフェと言いまして、カンボジアでねよくトゥクトゥクというねバイクがありますけれども、バイクで、コーヒーを売ってた方が、成功してですね、今ね多店舗展開しているというねもうカンボジアドリームの、コーヒーショップです。私全然知らなかったんですけどねすごいなと思いました。トゥクトゥクのコーヒーショップがねここまで大きくなるっていうことはね本当に夢がある話でね、またね私はね負けてやれないな、こんなことでコーヒー飲んでる時じゃないなと思います。はい、以上に、はい、カンボジア不動産チャンネルこうやって終了いたします。次回ね更新お待ちください。よしはチャンネル登録高評価お願いします。本日もご清聴ありがとうございました。